もゆうやです。小江です。あおです。はい、ということで今日はなんとここ原宿ラフォーレさんに、来たんです。ラフォーレなんでかと言いますか。アルコールおしいね。それはそう、大事だよ。ちゃんとやってね。はい、はい、ということで、はいはい、今日はあの韓国の制服がレンタルできるという韓国、はい、おいおいおい調査にお邪魔したいと思います。うわぁ、チョアって好きだよ、多分。あ、好きなんだ。チョアヘイ。あ、チョア、そうなんだ。チョアヘイ。サラヘイ。サラヘイ、オンパチョセヨ、オンパチョセヨ。早速、行ってみたいと思います。はい、ということで、チョアさんに到着したんですけれども、はい、ここはあの韓国の制服がレンタルできるということで、はい、そうですね。男性の制服もある。そうなんです。今、ちょっとトライアルで制服を男性のちょっとだけ入れていて、はい、はい、ぜひ。本当の制服を。あ、そうです、そうです。本当の制服をご用意して。マジすごい。はい、韓国から取り寄せて、はい、ご用意してます。あとちなみになんですけど、はい、女性用の制服って僕たちが着てもいい。用途数が何で着たいの？そうですね。ちょっと基本的には男性の方がちょっとスカートちょっとあれなんですけど、なんですけどあの上だけでしたらあの大丈夫なので、上だけ。この後粘り強く交渉していきます。という感じで、はい、早速行きましょう。行きたいと思います。はい。はい、というわけでね、あの早速借りていこうとは思うんですけど、うん、なんとこの番組、なんていう番組ですか？なんも出ねえよ。そう、ということで、うん、今回も指令が届いております。あ、出た。韓国の制服を着て、学生気分で胸キュンな一言を披露せよ。きつ胸キュン。はい、ということで、早速、うん、着ていきましょう。着替えタイム。いくぜ。イエイ。この中にもう制服が入ってるんですよね。いろんな制服が入ってるらしくて。一番似合っとるやん。たまに似合っとるよ。Why do I make things complicated? これ酔っ払いの人。オンバチセヨ。オンバチセヨじゃない。どうぞ。はい。お、いいじゃん。いいじゃん。かっこいい。いいじゃん。안녕하세요。はい、ということで制服に着替えてきたんですけれども、はい、どうですか？韓国の韓国私たち制服本当に最高最高です。日本を着てとても本当にとてもいい国、いい国ですね。いい国、カントリー。早速韓国の制服を着て学生気分で胸キュンな一言を披露せよということで、そうだそうだ、胸キュンな胸キュン胸キュンということで、なんとこの店内にですねロッカーのセットと電車のつり革のセットありますね。あるね、うん、教室の机があります。あれだね、うん、はい、はいはいはい、ということでこの3つのシチュエーションを使って胸キュンな一言を披露とのことなんですけども、誰がどこでやるか決めたいと思います。どうしよう。バイバイボ。じゃあ早速胸キュンの方にやっていきましょう、はい、どうぞ。ガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトン、なんかまだ一緒にいたいからさ、このまま俺と一緒に終点まで行っちゃう？誰見てんの？お前は俺のもんだ。さらへ。そうそう。しゃー、終わったまだ宿題終わってないの？じゃあ後で一緒に宿題やろう。あ、ちょわよ。はい、ということで、え、はい、プリクラというものがプリクラがあんの？撮りたい、撮りたい、撮りたい、撮りたい。早速、この新しいね、日本に唯一あるこのフリーキーなんで俺が進行してんねん。ぜひ評価やって撮っていきたいと思います。えThank you.
何色にする？ここやっぱブザーはね、紫さんな。ブザーは紫っすよ。はい、ということで、おい、結構今短時間だったんですけど、うん、だいぶ楽しめたんじゃないですか。楽しめました、うん、てか足りないね、まだ着替えてないし、ま、こっちも着た方、来た方々し、そうです、来た方々男性は今トライアルで今この3着になるんですけど、うん、すごかったじゃん。そうレディース、レディース、まあそうですね、種類めっちゃ豊富だった、うん、絶対そうね、たくさん着れますので、はいはいはい、気になった方は来ていただいて、男性の方も今やってますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、お願いします。映えスポットがいっぱいあるし、プリクラもね、プリクラもそれこそ2日分借りてどっか行って、うんうん、みんなでめっちゃいいと思う。行くってのもなんかブザーでやっても面白いかもしれない。遊園地とかね、うん、行ったりとか、めっちゃいいと思う。 TikTok とか、うん、これで踊ってみたとかやったら、そうだよね、確かに。やりたいことまだめっちゃあったわ、めっちゃあるわ。また、はい、行きたいと思いますんで、それではアンニョー。はい、 YouTube 視聴の皆さん、こちらをプレゼントさせていただきます、ということで詳細はこちら概要欄、はい、ぜひ見て応募してみてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。バイバイ、バイバイ。アンニョン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 。それではよろしく。